こんにちは、佐藤です。今日は、昨シーズンですね、使ったローラースキーをきれいにしていきたいと思います。あらかじめたわしでですね、まあ、取れる範囲で汚れを落としてあります。よし、じゃあ早速きれいにしていきたいと思います。ですね、準備するものは一応、まあ、手が汚れたくないのでゴム手袋ですね。あとはコストコで大量に売っている、なんだろうこれ、キムペーパーなのかな、です。で、なくてもいいんですけど、エアダスターですね。であとは、パーツクリーナーですね。これ、ね、Amazon で200円ぐらいで売っています。はい、逆さでも使えるっていうのがいいですね、これ。で、チェーンルブ、これあのロードバイクの使う潤滑剤なんですけど、ロードバイクも乗るのでこれで、ベアリングの潤滑剤にしたいと思います。で、あとは最後にしっかり閉まっているかということでですね、一応今ある中でメガネしかなかったんですけど、メガネも一応用意しておきました。はい、あとこれまあたわしっていうかシューズあるやつですね。これはもうダイソーで売ってます。じゃあまずエアーで余分な汚れを拭いていきたいと思います。あんまり汚れてないかな、結構すごいな、結構危険ですね、これ。じゃあ一番大事なところっていうのは多分このベアリングの部分だと思います。ここにゴミが詰まったり余分なもの、油とかが、ね、ついていたら、さらにゴミが入ってって周りが悪くなるですね。あとは、まあ、あんまりスケボーじゃないとないと思うんですけど、まあ、衝撃加わった時にベアリングがダメになっていて破損っていうのもあるかと思いますのでここを中心にやっていきたいと思います。大きさですね、10です。多分ラチェットがあるとやりやすいと思います。私はねこれでやっちゃいます。ワッシャーと止めるのついてます。なくさないようにします。でこっち側が長めのボルトとこっちもワッシャーついてますね。はい、なくさないようにします。 OK、 取れました。おっ、こういう感じですね。探してあって、まあ、中にベアリングがあるって感じで、ちょっとこれももうここはもうこれです、パーツクリーナー一択です。地面に置いてうばーって吹きかけてあげます。で今こんなに汚い状況なんでちょっとやってみたいと思います。ほい、 OK、まあ、こんな感じですね。どうだろう、見えますか。でこれは揮発性が高いので簡単に乾くと思います。うん、それがねパーツクリーナーのいいところなんですよね。はい、でゴミも取ってくれんで油関係とかですね。はい、もう乾きました。はいはいはい、で結構綺麗になりました。はい、こんな感じです。でこれを4本やっていきたいと思います。
構ここが持つ時がしっかりはまってくれるんで復元はしやすいのかなっていうところはあります。では、シャートをして。で、この状態に戻します。あんまり締めすぎると折れてしまうんで、どうしよう。ここが問題なんですよね。とってもいいけど。一応これ、ラチェット付きのメガネになっているので、こっちでも回せるの、こっちを締めますでしょ。やばくないかなっていうところです。ここのトルクはですね、あんまりやりすぎるとネジが切れちゃうので注意が必要です。よいしょ。ちなみにこれパーツクリーナーやっただけでこんなに綺麗になります。はい、これすごく安いし大容量ですごい便利ですね。まあ、ローラースキーだけじゃなく自転車やる人だったら自転車といろんなものに使えると思います。パーツクリーナー使うと結構、ま、もう出しすぎじゃないっていうぐらい出してあげるといいかと思います。ここの分かりますか、これこの部分すごい綺麗です、はい、これだったらねシーズン中に汚れても結構気軽にねできる整備ができるんじゃないかなと思います。で、あとはちゃんと閉まってるかの確認ですね。外れると怖いんで基本的に、チェーンルブで、まあ、潤滑油でオイルをさしていきたいと思います。あんまりねつけすぎると余分なオイルが出てきちゃうんで、ここでちょっと一箇所ですね、はい、一回ピッてやって一回プーッと引いたらもうあとは回してあげます。こんな感じでこれで十分かと思います。気になるんだったら余分なオイルですね拭き取ってあげるといいかと思います。これが汚れですごいこびりつくんですよね。多いはいいいんじゃないかな、はい、ちょっとこっちはやっぱベアリングに引っかかりが一回パーツクリーナーで綺麗にするとオイルが全部抜けちゃうんでベアリングに引っかかりがあるんですね。音がサーッとなってます。こっちはあんまりほぼ鳴ってないですね、はい、っていうぐらいでやってあげるといいかと思います。こっちもやりましょうね。ちなみにこのチェーンルブもオイル系は足しすぎるとめちゃくちゃ垂れてくるんで注意してください。はい、OK、いいですね。ということで、これで、まあ、またシーズン楽しくローラーができそうです。はい、はい、今回はあのスケーティング用でやりましたが、まあ、クラシカルも原理というか構造は一緒でタイヤがねちょっと違うぐらいなので、まあ、それにも応用できるかなと思います。今日はローラースキーの整備ということで、やっていきました。おさらいとして用意したものはまず、まあ、自転車でも使われているねチェーンルブっていうんですね。これも安いです、はい、これのいいところとこの差し口がね結構細いんですね。なのでおすすめです。で次エアダスターです。一応ねパーツクリーナーで結構ゴミは簡単に取れるということが分かったので、
エアダスターはなくてもいいかなと思います。ただ洗った時の水を飛ばしたい、早く飛ばしたい場合はあってもいいのかな、まあ、安いです、家電量販店に大量に売ってますし、 Amazon でもどこでも買えると思います。はい、なので最小限は、まあ、潤滑油とパーツクリーナーですね。これ絶対必要だと思います。あとは汚れたローラーをね、あらかじめ洗うためのまあ何でもいいと思います。シューズブラシでもね、タワシでも何でもいいと思う。このタワシと、まあ、必要であればこのコストコさんで買ったタオルね、はい、であとは、まあ、緩みはね必ずチェックした方がいいと思うので、サイズとしては10番でした、うん、ちょっとクラシカルは分かんないですけど、もう10番メガネもしくはバラチェット、バラチェットが一番楽かなですね。10番のメガネとバラチェットがあれば一番楽かなと思います。以上ですね、はい、ということで、今日は整備をやっていきました。はい、皆さんの参考になればいいかなと思います。簡単に、まあ、誰でもですねできる整備として、この方法を使ってみてもいいのかなと思います。はい、以上です。